王林進学塾の辻中です。どうも、代表の新宮武虎です。今日はね、英語が得意な辻中先生に英検準1級に変わるの必殺技、これを教えてもらいたいなって思います。わかりました。まず準1級の配点を知るところからがすごく大事ですね。なるほど、はい、リーディング、リスニング、ライティング、それぞれあります。3つありますが、これの配点は、実は1対1対1なんですね。そうだね、はい、で、同じ配点だもんね。で、英検のちょっと面白い得点の仕方がありまして、面白い得点の仕方、はい、平均点みたいなのがあったとするじゃないですか、各セクションで。その平均点付近は CSE スコアはそんなに変わんないんですよ。あ、そうなんだ、はい、例えば平均点が5点だったとして、6点取りました、6点から7点になりましたっていうのは、もちろん上がるんですけど、上がり幅はそこそこなんですね、点数の。でも例えば平均5点だった時に8点が9点になったとか、9点が10点になったって言ったら CSE スコア一気に上がるんですよ。え、そうなんだ。そうなんです。平均からどれだけ離れられるかで、スコアがこう上がるんじゃなくてこう上がるってことだよね。あ、そうです、そうです、そうです。二次関数的に上がっていくってことだよね。はい、まあ、逆もなんですけどねあんま低すぎるとこう下がっていっちゃうんでなるほど、全然点来なくなっちゃうんですけど、で、さらに1対1対1なんで、それぞれまず平均以上とか、ある程度ちゃんと点数は取りましょうっていう、これはあるんですけど、その前提で英作文をガチで極めるのが必殺技です。なるほど。それなんで？英作文は同じ比率なのに対して1問しかないんですよ。まあ、1問しかないね、確かに。で、しかも自由英作文なんですね、で、自由英作文って添削をしっかりと重ねてコツつかめば、まあ、正直リーディングとかリスニング力が多少取っててもちゃんと点数取れるんですね。まあそうだね、英検ぶっちゃけちょっと最短甘いところもあるし、そうですね、まあ、あと大学受験でもそうだよね、自由英作は満点近く取ってる人は大体やっぱ満点近く取るもんね。はい、でこれ安定できるんで、準1級でも8割9割ぐらい安定してる人っていうのは全然いたりします。で、リーディングとかリスニングを9割ってめっちゃ難しいんですけど、語彙問題が厄介だからね。あ、そうですね、語彙問題はもうあれできないです、でもライティングは本当に練習すれば誰でも取れるようになるんで、つまり英作文を極めることで9割ぐらい近く取って、そうすればスコア一気にドーンってくるんで、で、あとリーディングとリスニングがそれなりにちゃんと押さえておけば合格できます。点数がこうなるってことだから、基本的にはこのライン取っといて、で、あとは満遍なくやるっていうよりかは一気に差をつけるところでガンっていった方がいいってことだよね。そうですね、そういうことだよね。で、一気にガンっていくのがその3つだと英作文が一番やりやすいよ。まあ英検準1級だからどう考えてもそうだよね。そうですね、そうだね、僕はリスニングだけが神がかってできるんだみたいな特殊パターンだったらそれでもいいですけど。ああ、まあそれはそれでいいけど、はい、リーディングでこうはならないもんねあんま聞かないです、ね、聞かないね、リーディングが一番とっつきやすいんで、リーディングの語彙とかいっぱい練習してる人いますけど、正直もったいない、同じ時間英作文とかにつぎ込んだ方が合格率実は上がります。確かに、まあ、あと変な話だけど語彙問題一生懸命やってる人ほどしてるイメージはぶっちゃけあるよね。ありますね準1級持ってると本当大学受験でも有利になるんで、ちゃんとそういう定数配分を理解して、割くべき力を理解して勉強対策をしていけば、必殺技的に合格できるんじゃないかなと思います。なるほど、これは非常に今の時代参考になるんです。だって英検受けなきゃいけない人も多いと思うし、推薦とかでも使えるし、なんならマーチとかだったらね、英検業とかで受けれるとこたくさんあるからね。はい、そう、まあ、つまり英検準1級に合格するための必殺技は、ちゃんとそれぞれ点数を取りながら英作文を極める、これです。ぜひ参考にしてみてください。ドン。